今バリから戻ったぞ。行くぞ、司。ヒロキ、遊んでる時間ないぞ。司、見たか？オーロラだ。って、なんでそんなちっちゃいんだ？お前のスピードについていけないから水滴のイメージになって尻尾にくっついてきたんだよ。え、俺速くなった？ああ、悟りのドアといい勝負になるかもな。ここは。お、カツラギ？ああ、そいつが回してくるのはヤバい仕事だってのは分かってんだよ。おかしいな、山目指してきたはずなのに。無理するからださ、顔だって金魚のままだし。顔くらい戻せるってば。ほら。カツラギの仕事の最中だったんだ。どこかにいるはずだ。くそ！司？お前の水なのか？場所がおかしくなってもイメージはちゃんと残ってるんだな。お前どっかにいるんだな。今すぐ行くからな、司！くそ！ここ司の山じゃねえかよ！あの綺麗な水が、なんだってこんなに染み泥なんだよ！どこだよ、司！こんなところから、どうやって見つければいいんだよ！ダメだ、沈んでく。そうだ、水だ。地平みたいだけど、一応水だ。これ、どっから流れてきてるんだ？司！おい！司！林さんの車乗るの初めてだな。ダメだって司！このままじゃマジで潰れちまう！じゃあ急いで戻らなきゃ。すぐにあの綺麗な水に戻してやるからな。くそ、とにかくここは弾き出す気だぞ。でも俺の谷に行こう。そんなに簡単な話じゃなかったんだ。この犬が鍵穴なんだ。やってみる。司の鍵が頑丈すぎて、こじ開けたら司の記憶がどんどんおかしくなって。司！司！ずーっと、ずーっと。司！